I'm Jay. I'm Steezy. Okay, we got Spy Family, episode 9. We literally just finished watching episode 8. As we said in the last video, this man's outro is horrendous. So, yeah, last episode, we got left on a fat cliffhanger. We don't know if Yor's about to fumble the bag and not kiss Lloyd, or if she's about to kiss Lloyd yet. So, about to find out. Yeah. Be sure to like, comment down what you want to see next, and subscribe, and be sure to check out our Patreon for the full reaction and early access to all of our reactions. Bruh, what? Thank you. Ash Ketchum movement. It's literally Ash Ketchum movement. It literally should have been me. Bruh. Oh my gosh. What? You know what? What? Kiss を止めようとした僕をここまで拒絶するなんて。よっぽどそいつとイチャイチャしたかったんだね。You literally asked him to do it while you watched. むしろ試されていたのは僕の気持ちの方だったようだ。あの、それより流血が。ロイド・フォージャー、ひとまず姉さんの唇は貴様に預ける。Alright. Alright. 平気だよ。姉さんは心配性だな。何をにやけている？そんなに僕の集体が面白いか？ああ、いや、素敵な兄弟だなと思って、ずっと二人で支え合ってきたんですね。ユーリ君、今までヨルさんを守ってくれてありがとう。アーニャさん、あなたが来るのを頑張って待ってたんですよ。とっても可愛いので、ぜひ遊んであげて。言われなくてもまた来るさ。次こそは貴様が姉さんをたぶらかしてるという証拠を見つけてやるからな。たぶらかされてません。いいかロイド・フォージャー、少しでも姉さんを泣かすような真似したら、この僕が貴様を殺す。 Just shoot him. あれだ。 Have you actually? Whoa. He's on. 気をつけてね。叫んだら近所迷惑よ。 I hope they bust hits him. Gosh, he's annoying.盗聴器はよし、ないな。秘密警察ならというか。はい。ほっとしたらなんだか眠くなってきちゃいました。片付けたらお休みしましょうか。いや、もちろん別々に戻します。あ、はい。ジジイ、地球食って My gosh, the glaze. It was just, bruh, he was just on that. He was on Spy War 1. What? Last episode. Oh, he's on 12. He's on. Bro's reading the manga. Okay. There's an emoji. おはようございます。昨日はユーリに会えなくて残念でしたね。うん、誰それ。
あんなに楽しみにしてくれてたのに。しかし昨日は賑やかでした。Who is that? ヨルさんの弟があんな感じとは。は、おじ。しかもスペインにとって最も厄介な秘密警察。秘密警察。すべて演技で初めから俺に近づくための嘘だったとしたら、何事も疑って書かれたそれ。父、母は。ん？なんだ？母は料理下手。やはり今日の朝食、私が作ったと思ってましたか。すみません。So that's why it looked trash. Tough. Wow. Like, what is that on the mad? Cause your clears at cooking. 盗聴器を仕掛けるのはさすがにやりすぎか。いや、不安の芽は摘んでおかねば、一瞬の油断が死に直結する。聞いては。何万人もの生死に関わる問題だ。ヨルさんの潔白を確信するためには、首のとこゴミがついてますよ。もしかしたら不甲斐ない私にご立腹なのかもしれません。警戒せねば。どうしたアニャ。父と母仲良くしないとダメ。でもアニャ、別に喧嘩なんかしてないぞ。そうですよ。お前こそクラスメートとちゃんと仲良くするんだぞ。That short. じゃあ僕らも。はい。子供ってのは時々妙に敏感だな。I told you he wants to beat the Doonies down. Like, bruh, this, bruh. どうせ酔った勢いで旦那さんに喧嘩でも吹っかけたんだろう。酒やめろって。だってあんな奴。He's trying to jar on you tonight. 嫌な奴だったのか。いい奴だった気がします。いやしかし、詐欺師やスパイは善人面するもの。そうだ、いっそスパイであれ。そうすればローに。落ち着け、証拠はあるのか。しまった、リビングや寝室に盗聴器を仕掛けてくるのを忘れてた。ああ、いや待て、ダメだ。万が一姉さんのあんな声やこんな声にされてしまったら、僕は心が持たない。 This dude is actually crazy. 何あれ、なんか私は妻失格ですとか言ってた。うっす。あ、シャロン。あ、どうやったらいい奥さんになれるか。夫婦仲うまくいってないの。いえ、そういうわけでは。ただ殿方との付き合い自体初めてなので、どのように振る舞えばいいかわからなくて。過去の交友関係からもしやとは思ったが、ヨルさんはやはり男との交際経験なかったのか。なんていうか、このままではよろしくないかなって。私では料理も全然できませんし。合わせたら妻としてロイドさんのお役に立てるでしょうか。でも怪しまれてもいけませんし、それに経済的な援助とかそういう話ではないような気もします。おい、そこの女、少々聞きたいことがある。お時間いただこうか。秘密警察の人が。Nope, she can avoid them. She got the burners. 人妻のオーラも全然ないのに、夫婦向けの広告を見てたのが怪しかったのでしょうか。あ、私は既婚者です。ナンパはしてないぞ。つうか、なんだこれ。急に呼びつけたかと思ったら、こんな格好で奥さんの取り調べって。いいから作戦通りにしろ。任務のためだ。俺関係ねえもん。我々は郵便物の検査をしてるね。先ほどお前が出した封書、これはおそらく西側へ当てた暗号書。差し出し人のバーンズはお前の上司か。そうです。貴様の名前は。ヨルフォージャーです。おやおやおや、ヨルフォージャーだと。ここに名前が書いてあるな。協力者の一人だと。うやむやにできしまうもんな。まあとにかく収容所まで同行願おうか。もし弟が保安局員だと知っているなら、有利な名を出せばすぐに収まる。同業者相手に隠し立てする理由もないし、
ことを荒立てれば俺や同僚にいらぬ疑念を持たれる結果になる。 I keep forgetting that what's the name can use faces. You didn't know this was Lloyd? I knew, but because I saw the other dude. The other dude looks more, what's it called, because of the cut. I just keep forgetting Dookie. Boy can use faces and気安く触れないでください。テラブルライティングだ。こんな真似して家族もろとも、ただでは済まんぞ。弟も夫もとても優しくて善良な市民です。5人だったようだ。君の名前も載ってない。帰って良いが、この一件はバーンズ氏の名誉のためにも他言せぬように。こんな茶番だったな。 まあ、あのそぶりなら秘密警察と繋がってる線。違う。前にも忠告したが、いらん情を抱くなよ。命が惜しかったら誰も信用するな。俺たちみたいな人間はそうやって生きていくしかないんだ。その顔で言われるとなんか腹立つ。 顔でいりゃちょっとはモテるかもって思ってたのに、俺のイケメンフェイスが。女性を騙して交際するのは良くないと思うぞ。お前が言うか。Dang, ironic。今日はとてもヒヤヒヤしました。危うく逮捕されかけちゃって、与吉はどころかフォージャー家を崩壊させるところでした。Ew, blue light。ロイドさん。偶然ですね。 一緒に帰りましょうか。俺、夜さんまたエリモトにゴミが。世の中の多くのご家庭でも、みんな演じて生活してたりするのかなって。妻はこうあるべきとか、親なんだからとか。もちろん理想を追求して努力することは素晴らしいことです。でも、それに縛られすぎて自分を見失っては、うまくいくものもいかなくなったりする。演じてばかりでは、 疲れてしまうこともありますからね。ロイドさん。なので夜さんもそのままでいてください。堂々としていれば周囲には意外とバレないものですし、笑顔でいてくれた方がきっとアーニャも喜びます。You blue lights。私、結婚相手がロイドさんでよかったです。 結婚1周年の記念日に何もしてなかったですね。ケーキでも買って帰りましょうか。賛成です。Blatantly capping there. チチ、母、アーニャ帰還した。お帰りなさい、アーニャさん。どうした？父と母仲良し。 Crazy thing to say. Bro, last episode ended. I thought we were gonna see more. Got launched. Like, it just felt anticlimactic. Just started piecing the brother. That was W, so. Nice. Well, yeah. Not anticlimactic. Nice. W. Yuri's annoying. Should be getting job done. Anyways, I can cap it off for this video. Be sure to leave a like, subscribe, comment what you want to see next, and a reminder to check out the Patreon. Yeah.